500文字小説冷や飯とシチュー、作中島ジョージ。冷や飯の現場は文句が出る。それは米国の話である。日本の映画の現場でそんなことを言ってもクビにされるだけだ。美術装飾という字面と実業の乖離著しい部署にいる私は、先ほどのコンビニチキンの悲しさからまだ立ち直れていなかった。夕飯用にコンビニでいろいろ買ってきて食おうとしたら呼び出され、倉庫からあれ取ってこいだの、スーパーで消え物、撮影で使う食品買ってこいだの、散々走らされた。ようやくコンビニで買った飯寝りつけたのは3時間後。クリスマスイブの夕暮れにスタジオの隅に置いた袋は小さな氷山のようだ。コンビニチキンを口にすると芯まで冷たくなった肉が口内に入ってきた。こんなに悲しいことがあるか。冷たい肉は心まで冷え込ませるのか。スタジオでは本番が始まるところだった。大根スター様が鍋料理に舌包みを打つ。下手な芝居だ。事務所の看板がなきゃ何者でもないガキが。いかん、役者に文句を言うようでは俺も落ちたな。もともと底辺か。長い撮影が終わった。その時制作部の下っ端くんがスタジオ入り口に立つ。稲村さんからケータリングです。マジか。ケータリング車からは湯気が立ち上っていた。シチューだの、たくさん用意がある。俺は手のひらを返した。